行くんかーい。迷いちゃんのいるとこに来たんだもんね。会議に協力したら地獄行きってこと？多分別の会議だからだよね。扇ちゃん絡みなんだよなー。どうもアニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは終わり物語第1話、迷いヘルその1、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。終わり物語続きですね、見ていこうと思います。海外では2期の、1話という形になっていますね。もう続いてもよかったんじゃないですかね。15話でもよかったと思う。15話13話14話、わかんないけど、そこでもよかったと思うけど、とりあえず2期の1話、迷いヘルその1ということで、まあ迷いヘルということになってしまったということは、間違いなく恋人物語第12話で死んでしまったこよみんの続きのお話というところで、迷いちゃんに出会いましたよっていうところですね。はい、まあ迷いちゃんとの再会は嬉しかった。嬉しかったけど実感が追いつかないんだよね。殺されてどうなってしまうんだろうっていう、うん、受験の朝だぜ。大学受験行こうと思って、まあ願掛けじゃないけど、ちょっとヨズルさん見に行こうかな様子って思ったら、あ、ガエンさんいるわって思ったら殺されて、どういう気持ちでいればいいんですか。受験もう頭単語帳でいっぱいなんですけど、うん、どうしよう、うん、とりあえず地獄に落ちたというオチですみたいな、受験に落ちて地獄にも落ちたみたいな感じのオチなのかな、わからないけれども、今回も楽しんでやっていこう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、扇ダークが最後にあるっぽいっすね。超楽しみ。うん、わお、うん、そうね、うん、はいはい、そうか、大切なものができてしまう、うん、うん、迷いちゃん、お、春休みの、あー、オッケーオッケーオッケー。さあ、扇ちゃん、わーお。さて、あら、迷いちゃんのテーマ？終わり物語、迷いヘル。可愛すぎないか？こん。でも迷いちゃん地獄にいんの？うん、かわいい、ターミナルターミナル、うん、あら、うーん、幸せだよ。あら、しわ寄せ幸せ、噛みました。いや、わざとだ。あー、いやだっけ、違うだっけ。ちょっとあの表記揺れがありました。
さあ、うん、あららぎ小読み、受験日だよ。受験票を提出してください。うん、ぶち転がされたわけだけど、飼い殺しで。そうなんだよね。これも扇ちゃんのあれ、辻褄合わせの影響。うん、うん、期待してたよ。まあでも多分実感が湧かないよね、さすがに。うん、うん、ああもういないのか。そうか、さすがにね。うん、そう、小読みデッドだもんね。うん、まあそうか、さすがにね。まあね。いやでももう卒業したし、死んだしね。いやー、まあでもさすがにね。おろ？え？何してんの？どういうこと？お！あらららららら、行くんかーいっていうね。お、想像を絶してる。これで飛べるんだ。迷いちゃんが、迷いちゃんがジャイアントスイングされてる。やばいやばい、ジャイアントスイングされてるよ。いろいろ丸出しになってしまってるし、あ、やばいやばいやばい、よだれとかも全部出ちゃってる。すごいな。あ、折れた。やばいって。やばいって。やばいって、え、怖い怖い怖い。やばいやばい、抽象化になっちゃった。またポカポカになっちゃった。今まで溜まってた分全部出たな。おい！天井がある。今まで溜め込みすぎたな。頑張る、カレン月日、夜ずる。ここで死ぬとなんかあるのかな、でも。あら？あららぎだ。違う、わざとだ。この定番な。すごいすごいすごい。
ここが地獄ですっていう話？うん。場所。うん。まあ、別の空間だよね。あれ？え？え？うん。うん。どういうこと？ん？そうね。そうかそうかそうか。迷いちゃんのいるとこに来たんだもんね。八九時バス。わあ。アビ時刻？アビ？アビって何？うん。安倍の兄花？あら、んば。うん。あー、なるほど。怪異に協力したら地獄行きってこと？怪異だからかな。多分やっぱりそういう頃なんだろうな。うん、まあねえ、いるのが地獄っていうのがね。ああ、そういう、そういうこと。なんでそんないつも通り明るいの？うん。うん。積んで石蹴られるやつよね。ポン。お出迎え。すごいな、ライト。あら、絵面が強くてちょっとなかなか入ってこないな。分かっていた。あー、ガエンさん。ガエンさんだ。ガエンさんがそれを分かった上で。え、どこに？地獄巡り？
怪異として蘇生。引き算。エンディングの絵柄かわいいよね。誰？え？ああ！キスショットだ。キスショットアセロラオリオハートアンダブレイ。でも出会いってあんな感じじゃなかったよね。傷物語だと。さあ、かわいい案内人だな、本当に。変態？誰？荒々木くんじゃん。羽川と？すごい顔してるな、荒々木くん。あ、そうね。割とそこきっかけではあるよね。だって羽川から聞いたんだもん。それはそうね。羽川が吸血鬼の情報言ったんじゃなかったっけね。それきっかけだもんね、ある種。さあ、ガハラさんが降ってきてそれをキャッチした。これ死ぬでしょ。うん。体重があったとしても。ああ、怪奇だ。ああ、そうね。でも怪奇はガハラさんのこと見てたわけだもんね。うん。おお。カンバルスルーなんだ。別枠。オギちゃん曰く、なでこちゃんが番外編なんだよな。うん。あー、でもこれ、うん、これさ、カンバルはさ、あの悪魔の手が別あれだから、別の怪異だから。うん、できなかった。よつぎちゃん、公認。そういう頃なんだ。
公認の公認。そうね。別枠の？多分別の回だからだよね。可愛いシーンばっかり。うん。まあそうね。バランス推しの。推しのも言ってたね、バランスって。何ここ、うん、正しいこと。え、マジで？はい、え、早い。間違いを正すという人は正しい。うん。ああ。そうか。あー、いっぱい間違っていっぱいしてやり直してくんに味わうんで、トライアンドエラー経験談合格率2。うん、もしの扇だ。そうだよね。お！手折りたたつる。What？ でもなんで？わー、ここで出てくんの？なかなか頭の中堂々巡りになる話だな。でもそうか、カンバルは外の怪異だからもん、あれなんだろうな。カンバル、ヨツギちゃんは外から持ってきた怪異だからあれなんだけど、荒ラギくん周りで起きてる怪異っていうのは、やっぱり扇ちゃん絡みなんだよな。歌舞伎も回想形式で話してるし、迷いちゃんが消えてから扇ちゃんが現れたっていう流れではあるのかな。まあ、そんな間が空いてるかって言われたらそんな空いてないはずなんだけど、歌舞伎から。ん？歌舞伎？違うわ、鬼だ。
ああ、ちょっとマジで、ちょっと今、頭の中がパンパンだな。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、やばい、わからん、ちょっと待って、整理ができない。あのさ、何度かこう見直して、咀嚼をし直してはいるんだけど、噛み砕けないなぁ。何なんだろう。真っ黒い正義にたどり着く、間違った部分を正していくのは良くないことだ、みたいな。うん。普通に正しいものを求めるっていうところで、でもそんなの無理じゃないとか思ったりもしちゃうんだよな。他者からの評価になるみたいな話だし。っていうか、真っ黒い正義ってことは、これ、小木ちゃんのこと言ってるよなとか、なんとなく、って思いながらも、でも、迷いちゃんがなんか欲しいものは手に入んないですよね、みたいな。なんか、考えて考えて、頭の中で咀嚼しながら、いる中でどんどん話が進んでいくから、ちょっと頭の中パンクしそうになってて、本当に、リアクションがもう、なんで気づかないのってなる可能性があるんですけど、ちょっとマジで、文で読まないってマジで右から左に抜けていくな、この話。本当に、もっと上げて集中しないといけないな。ちょっと、マジでやばいな。もっと、ちょっと感度高めに集中しないといけないなっていうところはあるんですけど、いやー、でも、間違いなく、扇ちゃんだよな、その塗りつぶしてるのっていう。だから、それそのものなんだよね。あららぎくんのもう間違ったものを正して、間違ったものを正す正しさっていうのが、扇ちゃんそのものなんだよね。で、違和感を持てないっていうのは、それもそれで正しいと思ってるからなんじゃないかな。扇ちゃんのことをね、全くもって否定できないっていう感じなのは、そういうことなんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だからさ、これさ、言っちゃうとさ、思ったのが、ね、何度か見て思ったのは、羽川と過去みたいな関係性なんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だから、荒良木くんと羽川じゃないわ。荒良木くんと扇ちゃんって。その可能性がゼロじゃないなっていうのは、なんとなく頭の中で浮かんできたかなっていうところでもあるんだよね。だから、このカンバルが番外編っていうか、ね、違う別枠っていうことは、だからカンバルの腕ってあれだって東映さんが持ち込んだものじゃん。だから、荒良木くんが干渉できないみたいな感じなんじゃない？だから外から持ってきたものに干渉できないんだもんね、扇ちゃん。それは多分、荒良木くんが完全に知り尽くしてる回じゃないからなんだよね。だから、扇ちゃんに、なんかその回は間違ってる正しいみたいな、そういうありようを否定することができないんだよね。だけど、迷いちゃんに関しては、ありようを否定することができるわけじゃん。心の中で多分、迷いちゃんのことを間違ってるっていう風に深層意識で思ってたんだよね、きっとね。やっぱりカタツムリじゃない怪異をずっと縛り付けることは良くないんじゃないかみたいなことを、間違ってるんじゃないかみたいなことも思ってたんじゃないかなと思うんだよね。冒頭も含めて、っていうかね、もうはっきりと、でもさ、これすごいなんか、陰謀論的な、また陰謀論的な話になっちゃうんだけどさ、ね、都市伝説的な話になっちゃうけど、これ全部さ、荒良木くんのさ、なんか妄想みたいな可能性もゼロじゃないんだよな。言っちゃうとさ、なんか、マリオのさ、世界はさ、あれは全部マリオの妄想ですみたいな陰謀論というか、都市伝説みたいなのあるじゃないですか。なんか、キノコを食べたら大きくなってみたいな、僕ネットで見たんだけど、そういうの探すの好きだから。なんか、キノコを食べてるのは、ね、何？なんていうの？キノコを食べてて大きくなるっていうのは、あのキノコはやばいやつでマリオが大きくなってるって錯覚してるみたいな、そういう感じの陰謀論みたいな、都市伝説みたいなのがあるんだよね。それに近いものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんだよね。だから、荒良木くん発信の怪異なんじゃないのって思ったりもする。だから、この世の数勢は荒良木くんが決められて、それが正しいか間違ってるかっていうのは、結局のところ評価されないとわかんないわけで、それを正す存在として間違いを塗りつぶす扇ちゃんというね、存在が生まれてる可能性はゼロではないのかなっていうふうに思ってか、荒良木くんの語りがね、マジで、なんかどんどんね、不安定になってる感じがあるんだよね。なんかふわふわしてきてる感じがする。だから、ガハラさんの件とか、迷いちゃんの件とか、なでこちゃんの件とか、羽川の件とかも全部、でもキスショットがいるんだよな。なんなんだろう。でも確実になんか荒良木くんが吸い寄せてる感じはあるよね。そういう存在を。
なんかでもそういう出来事なんでそんなことをするのかって言われたら答えられないんだよな。でも一つの可能性として全部妄想だよ君のっていうさ、なんかその可能性はゼロじゃないと思うんだよね。言っちゃうとさ、なんか荒良木くんの語りって信用があんまりできない感じだよね。だから叙述トリック的なものなんじゃないかなっていうか、なんだっけ、信用できない語り手みたいなものがあるわけでしょ。それに近いんじゃないかなっていう風に思う。だからこの世界を見たまんまで判断していいのかっていうところなんだよね。迷いちゃんの提示によってさ、だってさね、見栄えが変わったりもしてるわけじゃん。これも全部荒良木くんの思い込みなんじゃないのって思ったりもしている。どうなんでしょうねこれはね。すごい、かなり陰謀論じみてるよね。でもこれだって世界の否定になるからさ、いろいろとなんかこういう風に考えるのすごい楽しいんだけど、ただなんか突飛すぎてちょっとこれどうなんだろうなっていう風に思ってる自分もいる。どうだと思いますか。なんだろうこうなってくると、前にだいぶ前にあったコメントで理解できなかった荒良木くんは信用できませんねみたいな、そういうあれも聞いてくんのかなっていう、そういう謎の邪推も出てきちゃうんだよね。なんかあれがそういう意味で言ってんのかなとかいう、なんか謎のつながりを感じてしまったし、わからんけど、まあとりあえず今回こんな感じで終わりましょう。まあ次回でとりあえずなんとなくの答えは見えてくんじゃないかな。なんで手織りたたずるが出てくんのかわかんないけど、はい、というわけで、まあでも北白蛇神社で死んでるからか、はい、というわけでとりあえず次回も注目していこうと思います。以上、終わり物語その1、その1第1話、迷いヘルその1でした。バイバイ。